アチキンです。まあメンバー紹介しますね。ギターが鳥原です。でベースがリョウで、ドラムがカズトで、ボーカルリョウスケです。お願いします。ちょっと急に何喋ればいいか分かんなくなっちゃって、まああの何バンドの名前から分かると思うんですけど、まあ元々はあのバンプオブチキンのコピーをしたくてで、まあ集まったメンバーなんですけど、まあちょっと前からオリ曲をまあ作り出しててってことで、今日やったのは、1曲目がバンプオブチキンのカルマで、2曲目と3曲目は、まあ、オリ曲で、2曲目がほだしって曲で、3曲目がときめきっていう曲でした。ほだしはあの絆って字にしって書いてほだしって読むんですけど、はい、それです。ほだしでメンバーも読めてないみたいですよ。忙しい。そうね、あんまね耳にしないよね、あ目にしないよね。難しいね、難しい。どうしよっかな。陽介、あのときめきでしょ今回の新曲。あ、そうだね。そうそうそうね。ときめき初めてやったんで、まあせっかくなんで、じゃあ何ときめきの誕生秘話みたいな喋ろうかなと思うんですけど、あの僕3月にあの高校の同窓会があって、でそれ の, あの夜に一人で、あのデッドデッドデーモンズデデデデリストラクションっていうあの映画今やってるんですけど、それをレイトショーで見に行ったんですよ。でできましたこの曲が、はい、あの別に誰かにときめいたわけじゃなくて、あのとなんかね、なんだろうね、なんか なんだろうな、なんか かつてはあのなんか赤ちゃんみたいにこう無垢な眼差しで世界を見てたじゃないですか。だけどなんか気づいたらこうね、なんか気づかないものがいっぱい増えていっちゃってるんですよっていうことをなんか思って、で歌詞にしました。はい。っていうやつです。はい、まあでもはい、まあ、そんな感じで、あの鳥ねすごい楽しいですね。ありがとうございます、置いてくれてくれて。で、あのこんなたくさんの人がね見てくれて本当嬉しいです。楽しくやらせてもらってますので、最後までよろしくお願いします。あの最後もオリ曲です。あの僕らが初めて作った一番最初に作った曲やるのでお願いします。
ありがとうございました。